はい、こんにちは。手持ちのツムをすべて紹介し終えるまで終われません。続きましては101匹ワンちゃんよりパッチ、足跡の数だけタップ、横ライン上にツムを消すよ。右からまあ走ってくる感じなんでしょうね。だから被らないようにうまくまんべんなくタッチをできるかどうかっていうのが、まあ、高ポイントを狙う鍵になっていくかと思います。はい、さっき出てきたねランピーちゃんね、僕がねあまりにもね酷評だったんで、ちょっと俺もうちょっと使ってくれよっていう感じでね、なんか出てきましたね。ほいほいほい、こんな感じですかね。逆の方がいいんですかね。落ちてくるタイミングでこうクスムが被ったりとかして、まあより消してくれるとか、そういう感じだったらいいんですけど、あーしまった。ちょっとこうあれですね、数を狙っていけたと思うんですけど、おいおいおい、あーやっぱ上から消しておくは良さそうですね、今の感じ見てるとね。うん、ほい、じゃあ行きましょう。あ、違う、逆ほい。あんまりこれね時間かけるのもあれですけどね。ただ、あーなるほど、こん、あ、一個一個消すってそういうことか。まとめてじゃないから、だからボム出てきてないんですね。なるほどな。これじゃああれだ、あの例えばビンゴカードとかで、スキルじゃない、あのコンボ数を狙わなくちゃいけない時なんかっていうのは、このスキルを使うと、まあ、一気にもしかしたら稼げるかもしれないですね。うん、なるほどな。これはポイントとコインは稼げないけど、まあ、コンボを狙うなら、まあ、ありっちゃありっていう、そんなイメージですね。はい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 、すごいな。今最終的に何コンボまでいったかちょっと見逃しちゃったんですけど、200くらいは軽く超えてくれそうな感じがしますね。はい、ということでパッチちゃんはですね、可愛くたくさんの、まあ、101匹のワンちゃんが走って、でいつも一個一個消してコンボ数を稼いでくれる、そんなスキルでございました。ではまた次回。